皆さん、こんにちは。イッテ Q で有名な女優の木村佳乃さん。木村佳乃から東山紀之が芸能界復帰の本音と、新たな被害者の正体や、女優活動で追い込まれている現在や子供の様子、ABBC 報じる東山氏の内容について紹介します。まずは、木村佳乃さんの経歴とプロフィールから紹介します。木村佳乃さんは、その多彩な才能と経歴で知られる日本の女優です。ロンドンのキングストン地区で生まれ、東京都世田谷区成城で育った彼女は、成城大学文芸学部英文学科を中退後、1996年にドラマ「元気をあげる救命救急医物語」でデビューしました。その後の彼女のキャリアは、映画、歌手活動、国際的な広報大使、ハリウッド進出、バラエティ番組の MC と多岐にわたります。特に1997年の映画失楽園での演技は高く評価され、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞しています。2004年と2005年にはそれぞれ日韓共同訪問年広報大使、日豪交流年観光大使を務め、国際的な活動も展開。またマスターズ・オブ・ホラーシリーズのドリーム・クルーズでの主演は彼女のハリウッドデビュー作となりました。2015年には発見なるほどレストラン、日本の美味しいご飯を作ろうで初のバラエティ番組 MC を務めるなど、その活動範囲の広さを示しています。木村佳乃さんのキャリアは、彼女の多彩さと努力があってこそ築かれたものです。プロフェッショナルな活動を続けながらも、家庭生活を大切にする姿勢は多くの人にとっての憧れであり、彼女の人としての魅力を一層引き立てています。東山紀之さんがジャニーズ事務所から解消されたスマイルアップの社長業に専念するために芸能界を引退してから3ヶ月が経ち、その決断と現在の活動について並々ならぬ情熱が注がれていることが伺えます。かつては90歳まで舞台に立ち続けたいと語っていた彼が、社会的な問題への対応と責任を全うするために芸能活動を止めたことは多くの注目と評価を集めています。一方で木村佳乃さんは、夫の引退とは対照的に活動の場を広げ続けています。声優を務めた君たちはどう生きるかが米アカデミー賞で長編アニメーション映画賞を受賞するなど、国際的な成功を収めており、さらに日曜劇場アンチヒーローへの出演も控えています。夫婦それぞれが異なる形で自身の道を進んでいることから、彼らのストイックな姿勢とそれぞれが直面している難局に対する真摯な取り組みが伺えます。特に東山さんが補償に関する進捗や個人的な思いを語る様子からは、彼の現在の生活がどれほど重い責任を伴っているかが理解できます。また木村さんが夫を支えながらも自らのキャリアを精力的に展開していく様子は、彼女の強さとプロフェッショナリズムを象徴しています。このような状況下でも、東山さんと木村さんはそれぞれの立場で努力を続けており、夫婦ともに社会的な課題に立ち向かっていることが多くの人々に強い印象を与えていることでしょう。東山紀之と木村佳乃の子供は女の子が2人生まれています。東山紀之さんが以前テレビ番組に出演した際に、長女は自分と同じ顔をしていると言っていましたし、木村佳乃さんが徹子の部屋に出演された際に、長女は体型もパパに似ている話していました。東山紀之さんは個性的な特徴のある耳の形をしているのですが、長女の耳が全く同じ形なんだそうです。次女については、木村佳乃さんが別のテレビ番組に出演した際に自身の赤ちゃんの頃の写真が映し出されると、自分の次女にそっくりだと話していました。この時の写真には目がクリクリと大きく、はっきりとした顔立ちの赤ちゃんが写っていました。お二人ともテレビやインタビューで子供の話を嫌がる素振りなく自然にされています。木村佳乃さんは2017年に第10回ベストマザー賞を受賞。この頃、子供たちにもっとテレビに出てほしいと言われたことをきっかけに、バラエティ番組にも挑戦し、芸人顔負けに体を張る姿が話題になっていましたが、子供たちにも大変好評で、自身が出た番組を一緒に20回以上したそうです。木村が CM に出演したのは2021年11月からで、ママ友や先生らを通じて同社の学習方法のメリットを学んでいくというシリーズでした。
これに若い主婦層からは、苦悶を選ぶメリットが分かりやすいとか、塾選びで悩んでいた私はすごく参考になりましたという意見が多数寄せられ、生徒数の増加にも貢献したと言われていました。木村は若い主婦層の間では理想のママと称されていると聞きます。木村は日本航空の役員だった父と同じく JAL 客室乗務員だった母を持ち、ロンドン生まれで成城学園出身。そんな木村を清潔感、育ちがいい、知性を感じると絶賛する主婦たちにとって、木村と苦悶は相性の良さを感じたようです。ところが学習塾の CM キャラクターとしては非の打ちどころもない木村が2年足らずで降板しました。上白石のキャスティングが急場しのぎな感は否めません。共に苦悶 OG だという上白石とニーツがスタジオで久しぶりの教材に頭を悩ませるバージョンは、木村の苦悶の不思議シリーズと単純比較しても CM 作りの手間暇のかけ方の違いを感じます。苦悶は契約満了に伴うキャラクター変更といいますが、差し替えるために急いで制作した印象です。またある大手芸能プロダクション関係者はこうも答えてくれました。急なキャラ変は噂されている通り、旧ジャニーズ事務所の性加害問題で夫の東山紀之さんがスマイルアップ社長に就任したこともあるでしょうね。スマイル二席を置くだけでも十分タレントとしてマイナスなのに、さらにそのトップに就任し被害者たちの交渉に当たるというのですから、イメージダウンのリスクは甚大です。会見でのしどろもどろの対応やその後に明かされた東山さん本人の過去の疑惑も拍車をかけました。さすがに新会社の社長兼任は辞退したものの、そんな人物を夫に選んだ木村さんに、有名賞中学校のお受験生を多数抱える学習塾がマイナスの影響を恐れるのは当然のことだと言えます。木村の CM 契約終了の巻き添えを食らった感があるのが赤楚衛二です。今年春苦悶の5月の体験学習のプロモーションで木村と共演した赤楚は、やはり若い主婦たちの間で抜群に好印象を得たと言われました。赤楚くん、苦悶してたんですねと木村が話しかけるこの CM は、その反響の良さから続編シリーズ化の企画も広告代理店関係者の間で検討されていたといいます。赤楚も朝の連続テレビ小説舞い上がれの誠実な役柄と、ジップが名古屋学院大学学長という学習塾 CM にはぴったりのキャラクターでしたから、苦悶としては将来的に同社の顔として大きくプッシュしていくのではと関係者の間では噂されていました。当初木村だけを外して赤楚だけでやっていくことも検討されたというが、それこそ木村のいない不自然さに関係者は断念せざるを得なかったといいます。 CM 契約数を着実に増やしつつある赤楚にとって、わずか数ヶ月で契約が終わった CM に出演していたという事実は黒歴史になりかねません。東山のタレント復帰の可能性も取り沙汰されているが、しどろもどろ会見の余波はしばらく続きそうです。イギリスの公共放送 BBC は、旧ジャニーズ事務所でジャニー期川氏の他にスタッフ2人が性加害を行っていたと東山社長が明らかにしたと報じました。BBC は28日、去年に放送されたジャニー期川氏の性加害問題を取り上げたドキュメンタリーの続編についての情報を公開しました。その中で性加害被害者の救済を行うスマイルアップの東山紀之社長がインタビュー取材に応じ、ジャニー期川氏の他に旧ジャニーズ事務所のスタッフ2人も性加害を行っていたことが社内調査の結果分かったと明らかにしたということです。東山社長は被害を申告した200人近くと面会したということです。またジャニー期川氏による性被害を告発後に死亡した男性の妻が取材に応じ、男性が被害を公表後、氏名や顔写真などがインターネット上にさらされ証拠中傷を受けたことなどを明かしたということです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。